皆さんこんにちは、2代目バイヤーでございます。はい、今日はですね、なんと速報がございます。本日1月8日0時解禁のこちらです、ドン。はい、 iPhone6S6 用のスリムハイブリッドケース360度クリア、はい、こちらなんですけれども、はい、あのクリアケースです。まあ、あのクリアケースね、いろいろあのご紹介もさせていただいてますけれども、こちらはですね、なんと360度なんと衝撃から守ってくれる、傷からも守ってくれるというケースでございます。これね、仕組みがね結構面白くてですね、あの上と下とドッキングさせるような感じで作られています。で、素材がですね、上の液晶画面の部分はプラスチックで作られています。で、側面、この今自分の iPhone で撮っちゃってるからないんだけど側面の部分は TPU 素材、柔らかい TPU 素材で作られています。そして背面は、ポリカーボネートで作られているというケースです。あの非常にね、いいとこ取りのケースなんですけれども、あのやっぱりね、その iPhone のデザインをそのまま生かして、かつあの衝撃をしっかり吸収してくれるってなると、あ、そうですね、まあ、基本その衝撃吸収ってなるとタフケースとかの類になってくると思うんですが、意外とその360度あのデザインをそのまま、 iPhone のデザインをそのまま生かしたケースっていうのは意外となかったんじゃないかなと思います。で、まあ、一応こちらスリムハイブリッドケースという名前なんですけれども、やっぱりですね、ある程度その衝撃吸収させるっていうこともありまして、気持ち厚めの仕組みになっております。ただですね、この側面の部分とか TPU 素材なんで、結構ねグリップ感も非常にいいということです。で、実はですね、まだ本当にこの1月8日解禁ということで、情報自体も本当昨日一昨日とかぐらいに来たばっかりでですね、まだちょっとサンプルがね届いていないんですが、ただね、この写真で見る限りは非常にクリアで、で、ツヤありのクリアらしいので、ちょっと実際ね、実機につけてね、試してみたいなとも思っております。で、本日こちら1月8日金曜日、0時情報解禁ということで、ただいまより予約を開始しております。ぜひとも気になった方はですね、あの詳細、あの商品ページご用意させていただいてますので、そちらからチェックしてみていただけると嬉しいです。はい、私もすごい気になる。意外と私もあの今ね、手帳ケースとかいろいろケースも使ってるんですが、クリアケース全部クリアで、さらに衝撃を吸収してくれるっていう、まあ、タフケースの、まあ、なんでしょうね、タフケースのいいところも兼ねているケースっていうのは、ぜひとも興味があります。使ってみたいと思います。というわけで、気になる方はぜひとも概要欄のリンクから商品ページに飛んでみてください。はい、で、結構ねお値段もお手頃なのでね、ぜひともチェックしてみてください。というわけで、はい、本日情報解禁の、iPhone6S6 用のスリムハイブリッドケース360度衝撃吸収のケースクリアでございました。というわけで、2代目バイヤーでございました。